よろしければ始めます。ご挨拶ください。はい、ただいまから飯田祐也選手の試合化選手契約についての会見をいたします。本日飯田祐也選手と試合化選手契約を締結し、本日試合化選手として登録することになりました。では小川部長より、契約の経緯をお話しいただきます。よろしくお願いいたします。はい、こんにちは。飯田祐也、育成で入団した2年目の左腕ですが、今シーズンはウエスタンリーグでも、現在5勝0敗、防御率も 1.26 と堂々と1位の成績を残しています。そういう中で、それまでの課題でありましたスタミナ面も、前々回の登板では160球で完投しましたし、投手のフィールディングだったりね、牽制などの細かい、テクニックの方も、一定のレベルに達したという現場の報告もあります。そういう中で、一軍の戦力として、十分に期待できる、そういうレベルまで、達しましたので、今回、試合化登録にすることになりました。以上です。はい、以上経緯の説明です。ではここからは代表質問の形で進めたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、RKB 田中と申します。よろしくお願いいたします。まず飯田選手、支配下登録された今の気持ちから聞かせてください。とりあえずホッとしたかなと思います。でもここで満足するっていうことはなくて、ここからが勝負だと思ってるんで、しっかりやっていかなきゃなっていう気持ちです。今そこにユニフォームも準備されてるんですかね。3桁から2桁の背番号に変わるということにもなりますが、そのあたりいかがでしょう。そうですね、入団した時から、試合か2桁っていうのは一つの目標としてやってきたので、ここ、通過点だと思うぐらいでいって、今後頑張っていきたいなと思います。この間の道のりは長かったですか。どうですか。いや、なんですかね、入ってから、ある程度プロの世界でやらせてもらって、課題もいろいろ見えてきたところもあったんで、そういうところとじっくり向き合えたかなっていう思います。その課題というのは一番何を磨いてこの支配下登録目指してきましたか。そうですね、自分の場合は投げる以外のところ、フィールディングだったり牽制、そういうところが課題だったんで、そういうところを直すっていうところですかね。一番ここまで来る中で自分の中での支えみたいなものっていうのはどんなところですか。そうですね、この世界に入ったからには、絶対上で活躍してやるっていう気持ちでやってきたんで、そういうところですね。改めて飯田さんのピッチングスタイル、それから自信のあるボール、そんなところを聞かせてください。自分の持ち味はやっぱり強気でどんどんバッターに向かっていくところと、投げっぷりの良さで勝負していくのが売りだと思ってるんで、自信のあるボールはやっぱりスライダーですかね。はい。自分の理想とするイメージするピッチャーは名前が挙がりますか。特にこの選手で憧れてこういう選手になりたいっていうのはないんですけど、自分の中でいろいろ理想像っていうんですかね、あるんで、そういうところはあるんですけど、選手で憧れてるっていうのは特にないですね。理想像っていうのは教えてもらえる範囲で聞かせてください。やっぱり負けないピッチャーっていうのを目標に掲げてるんで、そこですね。はい。では改めて、スタートラインに立ったということですが、これからの抱負を聞かせてください。そうですね、自分一人の力ではここまで来れてなかったと思うんで、去年から入らせてもらって、2軍の首脳陣をはじめ、いろんなピッチングコーチの方々にも、協力してもらって練習付き合ってもらって、結果ここまで、ある程度のレベルまでは来れたかなと思うんで、そういう感謝の気持ちを忘れずに、これからも、恩返しできるように自分の活躍できるように頑張りたいです。そしてガンノスよりもさらに多くのファンが詰めかけると思います。ファンの皆さんへ何かこんなところを見てください、メッセージがあれば聞かせてください。そうですね、まだ自分も年齢的にも全然若いんで、その若さを売りにして、強気でどんどん攻め込む姿っていうのも見てもらえればなと思います。はい、代表は以上です。ありがとうございました。他ご質問ありませんか。
手に入りたいと思います。じゃあまず写真の方から見ましょうか。そのままで顔だけこっち側にちょっとこう、もうすぐか、もう少しこっち向いてもらう、背中をこっち、こっち側に向けて、うん、顔こっち側に向けて、首、背中を上げる、そうそうそう、それで笑顔でね。頑張ってね。首が。はい、今度、はい、ありがとう。はい、じゃあよろしければテレビの時間になってください。若干お顔をこっち向きに、なんとなくもらってます。すみません、体の角度をちょっとこっちください。すみません。